獣になれない私たちは2018年10月10日から12月12日まで日本テレビ系の水曜ドラマで放送されていたテレビドラマである主演は荒垣結衣松田竜平。報道などでは獣なるの略称が使用される第37回向井田久美子賞受賞作 IT 企業の営業アシスタントとして働く新会賞は周囲から 笑顔の明るさを評価される女性だが、社内で営業担当のミスのカバーに奔走させられ、ワンマン社長の99検事からは理不尽な責めを負うなど悩む日々を送る。またプライベートでは複雑な家庭の事情で母親と縁を切って生きており、大手デベロッパーに勤めている恋人の花井京谷とは交際4年に至るが、その中に問題を抱え結婚には進めない。 彼女が行きつけのクラフトビールバー、ゴタップでは、同じく常連の会計士、根本昴生が恋人と思っていたデザイナー立花なクレハから別の男性との結婚を告げられる。アキラとゴタップで偶然出会って顔見知りとなる昴生は、彼女の笑顔を嘘くさいと評する毒舌家だった。ある日、アキラは仕事上で取引先からまでもパワハラセクハラにさらされて、 精神的限界に達してまい、5タップでも笑顔を見せられない。その様子に気づいた構成は、アキラと初めてまともな対話をする。構成の、バカになれたら、楽なのにねという言葉に、前向きな気持ちを得たアキラは、翌週迫力あるファッションに身を包み出社し、99? に対し自身の業務内容の改善を要求して、注意をおののかせる。一方、 アキラの周囲の人物たちもそれぞれに問題を抱えており、京谷は別れた後も自宅に居候補させ、無職の引きこもりとかした元彼女の長戸尻を追い出せず将との関係を膠着させ、京谷の母、花市春は寝たきり、状態の夫の在宅介護に関わるあまり同居する、息子夫婦との関係を悪化させ、厚生は兄を、 借金問題から助けるため秘密裏に不正な税務処理に手を染めていた。アキラの抵抗は虚しくも99にはまともに受け取られず役職を与えられたものの以前と変わらぬ業務に疲弊する日々が続くが、公正とは5タップで語り合う仲になり、彼を通じてクリハとも親しくなる。同じ頃、京太には意を決してジュリを追い出そうと試みるが失敗してしまう。 アキラは自分が京谷にないがしろにされ、愛されていないととろし、二人の様子を見かねたクレハは、アキラが京谷を見放すふんぎりをつけさせようと京谷を誘惑して、人よの関係を持ち、そのことをアキラに告げる。京谷に確認した様子からそれが事実と知ったアキラは、ショックを受け、京谷との離別に心が傾き始め以前にも、自分を誘った構成と関係を持とうとするが、 彼が酔いつぶれたため一戦は越えずに終わる。だが、翌日、5タップで京谷と会った構成は、明と関係を持ったと京谷に出たラメを言って、彼の怒りを買う。ありがとうございます。